キドキするよ。いろんな夢が目の前に広がるよ。ねえ連れて行ってよ。ねえみんなの世界へ。ねえ心ときめく楽しい乗り物。JR 東日本の新しい観光列車リゾート白神は、広がる海、遥かに望む山並みなどダイナミックな風景が眺められる五能線を走ります。白神は秋田新幹線小町が到着する秋田駅から出発しているのよ。リゾート白神がホームに入ってきたわよ。私たちも乗り込みましょう。このリゾート白神は大自然の素晴らしい風景を眺めながら列車の旅の楽しさを味わってもらうために作られた列車なの。この列車は乗車してます。自動車と観光車はご注意ください。
している様子や前面の景色、移りゆく自然の風景を楽しんでもらえるように、運転室の後ろに展望ラウンジがあります。ラウンジのついた車両には長い時間乗っていても疲れないシートが並んでいます。車窓からの眺めを良くするため窓も大型にしてあるのよ。中間の2両はボックスタイプの個室になっています。室内には固定式のソファーとテーブルがあって、家族連れやグループのお客様に喜ばれています。海岸線を走り抜ける快速リゾート白神号。景色の良いところでは停車時間を長くして見学できるようにしているのよ。
かう上り列車は夕日海岸で有名な深浦駅では、停車時間を長くして日本海に沈む夕日が見られるようになっています。列車の旅を楽しむために作られた最初のリゾート列車がお座敷列車のこの名古屋かよ。全国で初めて作られた電車のお座敷列車、菜の花。これは豪華お座敷列車として登場した宴。畳が下がると掘りごたつになるのよ。そしてこれが一番新しいお座敷列車、花。形は宴に似ているでしょう。
ロマンスカータイプのパノラマエクスプレスアルプス。エクスプレス U。 電車を使ったシルフィードよ。展望室に特徴のある洋風機動車グラシアよ。どう？楽しい旅をするためにいろんな列車が走っているでしょ。みんなもこんな素晴らしい列車に乗って豪華な旅を楽しんでください。